楽しみ。緊張超緊張してるけどなんか3日ぐらい前にあの、うん、僕がずっと欲しかった時計が届いたみたいなのね。3日前に1ヶ月ぐらいから待ってて、やっと3日ぐらい前に届いたから取りに行こう取りに行きましょう、イエーイ。まあ、僕ね、実は6ヶ月ぐらい前に時計盗まれたんですよ、バルセロナで。うん、超悲しい事件だったんだけど、6ヶ月間僕時計なかったんですよ。そして純とマルクも買ったじゃん、やっぱり時計が欲しいから買ってね。今回は絶対になくしません。なくしませんじゃなくて盗まれません。やばいって、やばすぎる。めちゃくちゃかっこいいんだけど、まあ、もちろんね、この時計あのものすごく高いけど、うん、あの時計っていうのはね、一生つけていけるじゃん。そうだよね、一生の思い出になるし。だって今回はもう一生つける時計だよね。もちろん一生つけてきて、一生つけてってね、大事にするので。緊張するよ本当に。まあちょっと危ないところとかにはね、連れていかない、持っていかないようにしなきゃ、ね。タクシー無事入りました。はい、お店の目の前にね、タクシーを呼んでくれたからね、すぐに入りました。はい、いやまあちょっと緊張した。今日はまあ緊張したし、あのドタバタした感じの撮影だったけど、ね、今からアパート行って、なんとまだ皆さんにね、驚くべき事実があります。行きましょう。誘導しますシークレットサービスがつきました。ありがとうございます。みんな無事、いや まだエレベーターに泥棒がいる可能性も部屋まで気をつけないと。やっと家でゆっくり開けられる。じゃあ早速ね、一応あのちゃんと入ってるのか確認したいでしょ。うん、じゃあオーデマーピーなんてどうするいやいや、それはありやん。ちゃんと店で確認しましたから。かっこよ。あ、ボタン式なの。おお、ええ What? え What? Bro, no way! Where the hell is it? What? Dude! はい、ごめんなさい。これはあのメインの箱だね、これは。こちらがね、本物の時計が入った箱なんですけど。あ、おっと、嘘ですよ、入ってません。じゃあ、開きます。このボタンを押すだけなんで、ポチッ。イエーイ。うわブロー、かっこよすぎ。お電話ピゲロイヤルオーク、やばいぐらいかっこいい。おい、おい、僕ね、手首やっぱり細いから、僕の手首に合うサイズを選んで、あの 38mm のを選びました。確か40とか 41mm もあるんだと思うけど、僕はね、ちょっとちっちゃめのやつの38選びました。間違ってます。え、あなたは試した時に、あ、意外とそんな大きくないねって言って、うん、一番ちっちゃいやつにはしませんでした。あ、本当？あ、ちっちゃいやつ、これよりちっちゃいやつあった？覚えてるでしょ。試して、あ、まあ、ちっちゃめのやつを選びました多分ちょっと盗みやすいかもしれない。え、怖い怖い、それは怖い。え、マルクの時計よりかは絶対盗みやすいと思う。じゃあマルクの、まあ、ブログで買った時計、ちょっとマルク紹介よろしくお願いします。はい、こちら IWC のポルトギーズクロノグラフ。はい、かっこいい、かっこいい。じゃあケンゾ、撮ってみて。いくよ。じゃあまず普通に撮ってみて。え、普通にあの、まあもちろんね、こうやって盗む人とかいないけどスリはうまいからね。おう、おう、デュアルロックシステム。デュアルロックだし、すげー、これが取りにくいんだ。じゃあ次、純の建造取ってみて。いいよ。僕はね、オメガのスピードマスターなんですけど。オメガスピードマスター、かっこいい。いきます。レッツゴー。おー、結構簡単だ、ね。一瞬で取られた。簡単。え、じゃあ運命の瞬間、誰か僕の時計を。ちょっと建造。まあ建造がね。じゃあ僕はちょっとなんか何も知らないふりをしてね。いくよ。はい。楽勝なんだけど。楽勝ですね、これ、まあ、気をつけろよ。簡単、はい、いや、まず毎日つけれないでしょ。無理でしょ、さすがに。まあ、気をつけてね、この時計。
その大事な記念の時とかにだけつけてよ。いや、まあ、自分で考えてね、そこは行動します。現像が試した。いや、やっぱり僕の方が似合うね。いや悪いけど僕がもらう。シャドウォッチ。オッケー、皆さん、今ね、どうもこんにちは。家族の家に来てるんですけど、実はね、僕のお父さんとお母さんね、トムが今日時計を取りに行ったってこと知らないんですよ。どういう反応するのか見てみたいと思います、はい、今からね、これを持って、そしてこれを持って、はい、キッチンに多分お父さんいると思うから行ってみる。じゃあまずお父さんから行きます。あ、じゃあまずお母さんから。じゃあ皆さん、お母さん、ママが来ました。こんにちは。どうしたの？これを今からママに渡したい。何それ？大事な封筒なんだよ。大事な封筒。ハロー。ハロー。何か買うって言ったじゃん、僕。ママへのプレゼント？こちらです。え、マジで？ちょっとこれ殺されるんじゃない？気をつけるから、気をつけるから。本当に殺されるんじゃない？本当に。特別な日じゃないとつけないって決めたから、うん、考えてつけるってことにしたから。ダディなんて言うと思う？ノーノー。ダディはもう本当にもう、レディクラス。ほんとに。じゃあ行こう。ダディー。ダロー。We have a surprise for you. Good evening. おっと、危ない。見られるとこだった。これで、これじゃん？ No. 学校の先生。こちらです。Who's Mr. P Gay? P Gay. Is it for me? No. It's right here.The reaction perfect. 見てください。You and I need to talk. Whoa! So what have you done? What have I done? What have you gone and done now? I've bought a watch. You had a watch? Uh-huh. And several watches.It's expensive, but he's gonna have it for a lifetime. Yeah, and well, the last one that we got for his 21st birthday. 20th birthday? Was it 20th? 20th. Right, okay. But, でも盗まれたのは仕方ないでしょ。僕のせいではないと思うよ。まあ、いやでも、適当にね、店に行って、買ったわけじゃないよ、これ。What does it measure your heart rate? じゃあ、トムのこの新しい時計ね、お父さんのまさに一言で、どう Mad.